ハルゲーサはソマリアから事実上の分離再独立を遂げたソマリランド共和国の都市で同国の首都となっている。イギリス領ソマリランド時代からこの地域の中心都市として機能してきた。人口は45万4365人とされるが、80万人から100万人の人口を有するという説もあり、定かではない。市民の大半はソマリ族のイサック氏族である。 市の中心部にある戦争記念モニュメント。1980年代の独立運動を記念して設置された。ソマリランド西部の五高地中央部に位置し、標高は1260メートル。平均温度は摂氏23摂氏32度。気温はアデン湾の沿岸地方に比べて比較的温暖で、夏季は過ごしやすい気候である。降水量も多く、かつては 森林地帯だった。ソマリア内戦中はソマリランド独立派の拠点となっていたため、1988年にソマリア空軍による大規模な空爆を受けて大きな被害を受けたが、1991年にソマリランドが独立を宣言してからは街の復興が進められ、現在では空爆で破壊される以前よりも良好な状態にまで回復したと言われている。また、 1990年に1万人程度だった人口も現在に至るまでにおよそ50倍にまで増加している。ハルゲイサの復興には在外の亡命ソマリア人からの送金が大きな役割を果たしており、現在でもハルゲイサを支える重要な資金源となっている。また、現在多くの亡命ソマリア人がハルゲイサに移住していると言われている。 1990年代の復興のため道路事情は比較的良好であり、信号機が稼働しているほか、道路交通に関する法規も守られている。また、市の郊外には国際空港があり、隣国のジブチ及びエチオピアとの間に定期便がある。都市が標高1000メートルを超える位置にあるため、冬季は摂氏10度以下になることも稀ではない。冬の期間は日中に、 摂氏30度を超えても深夜から早朝には摂氏10度ほどの気温になる。ありがとうございます。